はい、今回はですね、椅子トレですね、椅子を使ったトレーニング、こちらを紹介させていただきます。椅子に座ったままでできます。ですので手軽で、簡単な運動ということになりますね。主に体幹のですね、ストレッチとそれから筋トレになります。ぜひ無理のない範囲で結構です。チャレンジしてみてください。はい、ではまずですね、ストレッチから紹介しましょう。腰掛けてください。まずは、背丸めストレッチですね。こちらをやっていただきます。背筋をですね、ストレッチするんですね。はい、手を両手万歳ですね。はい、息吸って背筋を伸ばす。いっぱい息吸って、そこから息を吐きながら両手を足先に持っていってください。そうです。で、背中の方十分ストレッチしてくださいね。はい、また手を万歳、息吸って、そうです。で、吐きながら背丸めストレッチ。そうです、背筋をですね、ストレッチするんですね。はい、もう一回万歳、おまけです。息吸って、はい、吐きながら背中を丸めてストレッチ。はい、 OK です。背回しストレッチ、こちらをやっていただきましょう。片方の腕伸ばしてですね、その肘をですね、反対の腕で抱え込むようにしてください。そうです、抱え込んでね、そこから、抱え込んだ腕でですね、手前にこう引っ張っていってください。そうですね、それで息吐きながら背回しストレッチです。はい、いいですよ。元に戻って、今度反対手を組み直して、はい、肘を抱え込んで息吸って、はい、吐きながらストレッチ。そうですね、息を吐きながら体幹を回旋するんですね。はい、元に戻って、もう一回ずつやりましょう。はい、抱え込んだら息吐きながらです。ストレッチです。広背筋とかですね、腹斜筋、こういった筋のストレッチをするんですね。はい、元に戻って、はい、ラストです。抱え込んだらその手で引っ張り込んで体をねじって背回しストレッチ。はい、いいでしょう。こんな感じですね。横倒しストレッチというのをやってもらいますね。これは側胸部の方のですね、胸部の横のね、ストレッチをするわけですけれども、両手万歳しましょう。万歳して、で、片方の手で手首掴んでください。そうです。で、掴んだ手で、そこから横に引っ張り込んで体を横に倒します。息吐きながらストレッチ。お尻は浮かさないようにしてね。はい、元に戻って息吸って、手を組み替えて、はい、反対側に、はい、引っ張って引っ張って引っ張って側胸部のストレッチ。いいですね。もう一回をやりましょう。もう一回ずつ、おまけ。手で引っ張っていって、息吐きながら十分吐いて、胸横、お腹横、ストレッチです。はい、 OK です。ラスト、はい、手を引っ張っていって、側胸部をストレッチします。体を横に倒してですね。はい、いいですね。
はい、OK です。次はですね、筋トレ、こちらを紹介しますね。まずですね、膝伸ばし腹筋というのをやっていただきます。まあもちろん腹筋の強化になるわけなんですけれども、少しね、椅子に浅く腰掛けていただけますか。で、背もたれに寄りかかります。そうですね、はい、その姿勢で、まあ両手でですね、椅子の縁軽く持ってもらっても結構です。そこからですね、両膝伸ばしてください。で、床から離します。上げて、余裕があったらちょっと上げて、そう、5、6秒キープ。そうですね、腹筋力入ってると思うんですね。はい、いいですよ。下ろして、じゃあ次、お腹の腹筋触りながらやってみましょうか。はい、息吸って吐きながらキュッと伸ばして、膝伸ばして、ピーンと。お腹力入ってるの分かるかな。はい、いいですね。腹筋の強化ですね。はい、下ろして、ラストです。もう一回やってみましょう。上げます。上げたら膝ピンと伸ばして、さらに上げようと思って、ちょっと頑張ってみて、そう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 、5、6秒キープ。はい、いいでしょう。楽にして、今度は膝曲げ腹筋というのをやってもらいます。まあそのまま椅子に浅く腰掛けて、背もたれに、寄りかかってくださいね。そこで今度膝伸ばしてください。そうです、伸ばしちゃって、そこからですね、両膝を曲げて、両手で外側のくるぶし触るようにして、そうです。で、5、6秒キープ。はい、足伸ばして、楽にして、息吸って、はい、吐きながらもう一回膝曲げ、くるぶしタッチ、5、6秒キープ。はい、楽にして、いいですか。はい、足伸ばしてね、楽にしといて、もう一回いきましょう。はい、ぎゅっと両膝抱え込んで、足首のところタッチです。はい、いいでしょう。いい感じですね。最後、もう一つですね、筋トレですね。これは腹筋もそうですけれども、二の腕、上腕三頭筋といいますけれども、そちらの筋もですね、強化しましょう。腕プッシュという感じですね。握り拳を作って、これはちょっとですね、普通に深めに腰掛けますか。そうですね、握り拳を作って、お尻の横に置いて、げんこつ作ったままね。で、体は前倒し前傾して、そこから、お尻を浮かすんです。腕をプッシュしてお尻を浮かし、そこで5、6秒キープ。そうですね、はい、元に戻りましょう。まあ腹筋も、鍛えられますし、二の腕ね、引き締めるのでもいいでしょう。三頭筋、上腕三頭筋の強化にもなるんですね。はい、もう一回、腕プッシュ、前傾、5、6秒キープ。息吐きながら、息止めないでね。はい、元に戻して、いいですよ。最後、おまけ。はい、腕プッシュ、お腹に力入ってるかな。上腕三頭筋、二の腕にも力入ってますかね。はい、いいでしょう。楽にして、はい、 OK です。はい、いかがでしたでしょうか。それほどきつい運動ではなかったと思います。テレビを見ながらでも結構です。ぜひ
日常の中に取り入れていただければと思います。